あなたも気づきましたか。邪悪な気がここまで伝わってきます。いよいよみたいですね。ついにドミグラが時の狭間から出てきたわね。魔人復活というわけですか。これは早速仕掛けてきたようね。トランクス、時々を頼むわよ。あなたは歴史の修正をお願い。あの、どちらへ。私は私にできることをするわ。さあ、早く。今こそあなたの力が必要だわ。これは夢か。一体何がどうなってるのか。僕が地獄から蘇ったんだよ。おそらく何者かがドラゴンボールの運命を復活させた。ドラゴンボールを悪用した。そいつが何を企んでいるのかは知らない。私は私のやりたいようにしてもらう。僕もまずはこの地球を粉々に当たりつけ、あのサイヤ人どもを悔やすがらず。諦めんじゃねえ。ご苦労。この火妖神様から話は聞いた。俺らも一緒に戦うぞ。孫悟空、お前が現れるのを待っていたよ。このフリーザ様をコケにしやがって。じゃあ追い詰めてますよ。息の肩を引きましょう。なめるぞ。俺は宇宙で一番強いんだ。で完全な存在となったはずよ。このセールは完全なんかこの世にはない。お前は成長するのをやめただけだ。セール
けているようですね。もう一息ですよ。大したもんだよ。稀に見る天才と言ってもいい。